はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、生命被後見人が遺言する場合、どのようにして遺言するのかについて解説します。民法973条の内容です。生命被後見人も単独で遺言することはできるんですけれども、まあ、つまり、生年後見人の同意とかは必要ありませんよってことですね。ただし要件があるんですね。その要件が、まあ、1番2番になってきます。どういった要件かっていうと、まずその遺言する生年被後見人、例えば、認知症がもうだいぶ進んでいる方とか、そういった方です。そういった方が遺言する場合、その方が自利を弁識する能力が一時的に回復した時のみ遺言することができるんですね。つまり遺言書を書くことができます。自利を弁識する能力っていうのは、自分がある行為を行ったらその行為の結果が分かる能力です。まあ、今回の事例で言えば遺言するわけですよね。遺言したらどうなるのかということがちゃんと分かっている、そういった時のみ遺言することができるっていう話です。こういった生年被後見人のような認知症の度合いが重い方でも、物事の判断ができるような時ってあるんですよ。まあ、波があるんですね。だから一時的に回復した時、その時のみ遺言することができます。で、この場合っていうのは医師の立ち会いが必要です。で、しかも医師は2人以上必要となってきますんで、この点注意しましょう。まあ、つまりここまでをまとめると、生年被後見人の場合、自利弁識能力が一時的に回復した時のみ遺言することができて、その時は医師2人以上の立ち会いが必要ですよっていう話です。医師2人がいる状況で、まあ、遺言をするっていう話ですね。で、その場合医師っていうのは、遺言者が遺言する時に精神上の障害により自利弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名押印します。自利弁識能力を欠く状態っていうのは、自利弁識能力がない状態です。そういう状態じゃなかった、つまり自利弁識能力はあったって話なんですね。それを遺言書に付記して署名押印しなければなりません。つまり生年被後見人が、まあ、遺言しますよね。自分で書きます。自筆証書遺言の場合は書きます。で、書いて医師がその遺言書に自利弁識能力はありましたよっていうふうに書くと。で、署名押印すると。まあ、いった内容です。で、公正証書遺言の場合だったら、まあ、公証人がいますよね。まあ、公証人が書いた遺言書に医師が付記すると。今言った内容を付記する。という話です。じゃあ、秘密証書遺言の場合どうするのか。秘密証書遺言の場合っていうのは、この生年被後見人は中身を見られたくないわけだから、遺言書をこの封筒、まあ、ここでは封紙って書いてありますね。封紙っていうのは封筒って考えてもらって大丈夫です。封筒の中に入れます。入れて、こう封印するんですね。ということは、遺言書に付記することができないわけです。医師は。なので、その場合は封紙、この封紙自体に、自利弁識能力はちゃんとありましたよっていう旨を記載して、で、署名押印をするといった流れになりますよっていうことです。まあ、内容的にはそれほど難しくないと思います。まあ、イメージしていただければわかるんじゃないのかなと思いますんで、まあ、何回か動画を見ていただいて頭に入れていただければと思います。特に1番2番はもう基本的な内容なんで、ぜひですね、頭に入れていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講生さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後、取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講者さんの中でも、中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ、この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある。今年合格できるか不安。でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、
考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。